はい、ロムジンです、大会まであと24日ぐらいかなんですけど、ここでちょっと山本先生に、コンディションチェックをしてもらいまして、そして先生今日あえての本当にやりたくないです、本当は言いたくないんですけど、足を先生に今日お願いしていこうかなと。でも先生ちょっとコンディション的にどうですか？コンディションはもう間違いなく過去最高だって、今までコンテスト直前の状態がもうすでにそこまで来ていて、はい、もちろん筋肉量も良くなって増えてきているので、はい、このままいけば間違いなくいけると思います、はい、やっぱそこで必要な種目というのが先生、そうですね、やっぱり足をしっかりやってカロリーを消費していこうと。なるほど。という感じですが、まあ、あんまり、まあ、ここのコンテスト直前で重いのをやって、はい、それで怪我をしてしまうというのは良くないので、今日はちょっと軽めに、はい、自重のブルガリアンからまず行こうかなと。一番怖いですよね、先生の軽めが一番怖いんですよ。じゃあ先生、今日は足トレってことは、はい、この後はやっぱりあれですかね、チートデイ。かなり食べても大丈夫なぐらいに刺激を入れていけば、はい、この後24時間、はい、カーボをいっぱい入れて大丈夫。あ、カーボは大丈夫ですね、はい、ハンバーガーは油はちょっと抜いて、はい、ですね、ミスタードーナツもちなみに糖質でどのぐらい先生の今日の足トレをやった後食べても大丈夫なこれあと明日のお昼24時間ぐらいまでの間に、はい、今の体重から考えて 1000g ぐらい出ていいです。そんなにですか？はい、いや頑張るしかねえな聞いたか佐山、山本先生のな、足トレ受けるとカーボ24時間内に 1000g 取れるんですね。知ってたか、サイヤ。待ってるぞ。じゃあ先生お願いします。じゃあまず自重のブルガリアンを持ってます。今日2回目ですよ。じゃあ自重のブルガリアンなんですが、はいはい、下ろすときに5秒、はい、上げるときに4秒、はい、でまず15回ずついきましょう。これこの時期の先生の足トレ初めてなんですけど、めっちゃ嫌っす。ちょっと前に足を、はい、もうちょいか、はい、じゃあ5秒押し、5秒ですね、1、2、3、4、6、はい、4秒、1、2、3、4、これで15です。2、2、3、4、5、3週間ちょっと前にあえてのここで俺足トレを選択してる時点で、これやっぱね今年オリンピア取るんじゃないかなって、このメンタリティは取るんじゃないかなって先生思うんですけど、どう思いますか？非常にいいメンタリティ、いいですか？気合が入ってるという証拠です。ただ先生、僕オリンピア決まった、先生バンジージャンプ決まった、はい、いいですね。じゃあメンタリティ行きましょうか。これ鬼だな。
4、5、2、3、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 4、5
今の1セットでも結構来たぞこれ。これね、さやさんこれ受けた方がいいわ。あのさやさんの普段の足トレももちろんジャイアントセットとかきついと思うんだけど、やっぱねちょっと違うな、きつさとか強度の程度が。先生やっぱ一回受けた方がいいですよね、さやさんの。あれまでね、オーバーワークじゃないんで、はい、アンダーワーク。アンダーワーク。アンダーワーク。また始まりますよプロレスが。日本クラス別があるらしいんですけど、その前8月15日僕日本クラス別の前のラストの足取り一緒にやろうって言ってるんですよ。はい、サイヤーこの日じゃないか、もしかして山本先生にあの見てもらえるの。返事待ってるぞ。今度は思いっきり広く、思いっきり前へ出します。もっと前、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 もっと、はい、で、ちょっと前傾していきます。で、5秒、1、2、3、4、5、1、2、3、4、2、3、4、5、2、3、4、3、2、3、4、5、3、2、3、4、4、2、3、種目ナンバーワンに君臨してますね、これは。絶対やんないよ、はあ、次が、なんか何やら嫌な言葉を聞いたんですけど、ワイドスクワットのスリースラッシュゼロ下で15秒キック、全部で25回で15秒の休み。ただ休みといってもストレッチポジションでキープなんで結構きついやつです。どうですか、フィジークとしては。フィジークとしてはちょっと無駄。まさかの先生が無駄いただきました。まあクラシックとかに出たいくらいですね、本当の。本当ですか。いや、最高の褒め言葉いただきました。無駄って。先生いきます。じゃあワイドにやって、はい、で上体できるだけ前傾させないで垂直に、垂直に手は胸の前 で、はい、でまずじゃあ3回深く下ろしていきましょう、はい、ワイドスクワットです。先生の現役の時の足取りとかも怖そうっすね。1、2、3、はい、下ろして15秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10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 、1、2、
そう。し、五、六、一、八、十。うわ。そう。十。はい、七回。一。これ家でできるけどやらないや。見事やらないですね、これ。家では絶対にやらない種目ナンバー2になりました。これ先生の現役時代の足トレってどんなだったんですか、一体。まあ、こういう方法を知らなかったので、普通にスミスマシンのスクワットとかハックスクワットとか高重量でやってます。ちなみに先生の足トレの高重量ってどのくらいだったんですか。スミスのフルスクワットが220で10回とかはやってます。スミスって軌道確保されてるんで、僕の中で結構フルよりも重く感じるというか。そうですね、腰の力使えないです。そうですよね。220、先生の現役時代の足トレだけは絶対一生したくないね。もうちょっと、ポジティブ4秒でノンロック。これを10回やって、その後スピーディーに10回。 5秒4秒スピーディーってやつ。そうですね、状態はできるだけ垂直の。はい、垂直の。では手は胸の前で、まず5秒でフルに下ろします。4秒で伸ばす。
消費カロリーでどっちが大きいんですか？ちゃんとネガティブ効かせた方が結局筋肉の炎症も大きいし、疲労物質も溜まってくるので、はい、その方が消費カロリーが大きいです。なるほどですね。じゃあこれでラスト、30分でこれぐらいまで追い込めます。俺無理だぞ。まあ体重が結構あるんでね、うん、軽い人はちょっと持ってやった方がいいんだけど、まあ、体重は十分あるので自重で OK。 はい、ということでですね、大会まであと24日のところで、さっき来る寸前まで今日どの部位やろう、本当はちょっと腕お願いしようかと思ってたんですけど、やっぱ今回勝ちに行くっていう気持ちでいるんで、まあ、あえてここでね、あの嫌な一番辛い足を先生にお願いするっていうのがちょっとなんか気持ち的にも一皮むけるきっかけになるんじゃないかなと思って、今日はちょっとあえて先生足をお願いしました。メンタル的にも成長してると思います。ああ、よかったです。多分ね、山沢だったらね、これ先生どこやってると思います？まあ背中じゃないですかね。一番得意なところで。僕はね、あえてここで足を入れることによって、ね、ハイカーブをするというご褒美を得て、さらにまたね、代謝上げて絞るっていう方をちょっと選びました。はい、じゃあ先生、今日もありがとうございました。One time for the one time, I got a girl that compliments
somebody I can call my